皆さんこんにちは。 DJ オズモの擬似空撮テストへようこそお越しくださいました。今回は一脚ですね、だいたい僕の身長と同じぐらいの一脚にオズモをガムテープでくくってます。このし、まあ、170センチぐらいあるので僕が手にかざすとおそらく3メーターぐらいになると思います。じゃあちょっとデフォルトのポジションに一回 戻してですね、それではこれから擬似空撮を行ってみたいと思います。離陸します。ババ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 ちょうどいいからオズモの、ね、ブースの方行ってみましょうか。すごい人ですよね。これでね、だいたいこう何メーター、何メーターですかね、これ。4メーターぐらい ?3 メーターぐらいですか。3メーター低空飛行で行ってますけども、僕も今ね、割とこのすり足っぽい感じで、上下動がない感じでね、歩いてますよ。でね、今回はこれやっぱりね、自分で歩く人と操作する人を分けた方がいいというふうに思ったんで、僕はこのカメラの移動を担当しています。だから大名行列というか、よくお祭りで秋田のお祭りとかで最初にね、なんだかこう旗というか提灯みたいなのを持つ人で、僕ね、歩き方今ちょっとね、脳のすり足っぽくね、上下に動かないように歩いてるつもりだから割とスムーズじゃないですか。どうですか。それで今ドローンのね、実際に撮影もしてらっしゃる松尾さんにぐりぐり動かしてもらってるんで、 DJI のねブースが見えてきましたか、右手に。これはだから僕が方向はあんまり動かさない方がいいんですよね。はい、僕はもうまっすぐまっすぐこう直線に動く感じで、で DJI の方ちょっとね、この DJI を僕じゃあこう360度回ってきますね、この演習を。で僕は常にそこを中心で行く感じでいいですか。はい、じゃあ DJI のこの横をですね、こう空撮していくという感じですね。で DJI はね、このちょうどね、GoPro 社とブラックマジック の横にあって、キャノンのねちょうど前にあるんですけどね、結構ねこうドローンをね飛ばすね、これ真ん中にあるのがすごい細いワイヤーでドローンを飛ばすこうエリアを作ってあるんですよね。でここでねドローンのねデモフライトやってる。だからなんかちょっと前だと金網みたいのでしかドローンがこう飛ばせなかったから、こう写真とか撮っても金網ばっかり写っちゃうわけですよ。ところがなんかああいう細いワイヤーで、強化ワイヤーみたいのでやれると結構写真に撮ってもドローンがきっちり写るみたいなね、そんな感じになってます。まあこんな感じで DJI のねブースに来たんですけど、僕ね DJI の人にはねいっぱい質問したいことがあって、メモを持ってるぐらいなんで、この後ね聞いてみたいと思うんですね。よいしょよいしょね。ここがねちょうどね今ね、ここが DJI さんのねオズモのブースなんで、ちょっと着陸したいと思います。はい、じゃあ今2メーターぐらいまで戻ってきてですね、ここで、オズモブースにやってまいりました。あ、こっち見るんですね。これオズモのこれブースですね。これまあオズモは純正はですね、この横から出る感じでここのねアタッチメントにつけるんですね。でまあこういう車につけるアタッチメントとかあるんですけども、結構ね注目したいのがね、このごめんなさいね、この展示重機、この展示重機があるとこのちゃんとねこれを固定できるっていうのがねいいんですよね。あ、それではですね、オズモのいろんな人に見られてますけどもね、
大相撲の人はどこにいるんだろうみたいな、一番知りたい、あ、大相撲の人、DJI の人いたかな、DJI、あ、DJI の人いた、すいません、大相撲のこと聞いてもいいですか、大相撲の人は違いますか、担当が、はい、ちょっと質問がいっぱいありまして、オズモのこと聞いてもいいですか。僕はあまり詳しい。あ、詳しくない。詳しい人はなんかいます。アプリのこととか詳しい人。質問リストを持ってきてますか。はい。多分あれ。今いない。そう。ちょっと。なんでみんなそのお呼び越しなんですか。自社製品なのに。今外に行ってる。あ、外に行ってる。じゃあまたちょっと後で行きます、ね。はい。ということで今ね、ちょっと担当の方いらっしゃらないということで、じゃあちょっとまた空撮にね戻って。ここから離陸していきたいと思います。じゃあ大相撲離陸します。何個のシリーズなど、様々な衣装もなはい、離陸いたしました。じゃあこの第6ホールをねちょっと突っ切ってね、少し高速モードで飛行しましょうかね。ちょっと早めにできます。シュー。さあこれ今ね僕は早歩きですね。でね、このやっぱりドローン的な動きを疑似空撮っていうからには、人間が人間を避けるときに、左右にぶれちゃいますよね。そういうことをなるべくしないように、すごい変な人が直進してるっていうオーラを出しながら、なるべく直線に、ここをね突っ切っていく、これが大切ですね。自分がドローンになった気分で、とにかくね、こう自分の存在感で10階のように人垣がなくなっていくような、そういう、こうオーラをね出さなきゃいけない、そういう感じです。みんなね、大相撲ってよく知ってるみたいでね、こう見てるだけでね、あ、大相撲だって言ってますよね。疑似空撮、さあちょうどこれでね第6ホールのね端っこぐらいまで来ました。でこのままね、また編集部に戻っていきますか。じゃあここで曲がります。こう適当に回転していただいたりして、遊んでいただければ。これ今僕はね、このどういうふうに映ってるか見てない、モニターはしてないんですね。それを見た外国人、とにかくこれはどこのオフライン、オフライン、バッテリー2510ブース、2510